ルイーズルヌケルアイユは、チャールズ2世の愛人、ポーツマス公爵夫人。ルイーズは1649年9月、ブルターニュの貧乏貴族の家に生まれた。結婚の持参金さえ満足に、用意できないほどの貧しさだったため、両親はルイーズを宮廷女官になるべくしつけ、ルイ14世の長期にするつもりで、ベルサイユ宮殿に連れて行った。しかし、ちょうどその頃、ルイ世は、 別の若く美しい次女ルイーズ・ドラ・ラバリエールに関心を抱いていて目的は応せず、ルイーズはさっさと他の男性に身を任せたらしい。しかし、ルイ14世はルイーズを弟、フィリップの日、ヘンリエッタの次女にした。1670年に、ルイーズはフランスからロンドンを訪れたヘンリエッタ一行に密集として同行し、その時、チャールズ2世に見染められた。 ヘンリエッタが休止した翌年の1671年9月、ルイーズはルイ14世によってチャールズ2世の王妃キャサリン付きの女官としてロンドンの宮廷に送られた。チャールズ2世の宮廷をフランス側に引き込むためである。チャールズの妹、ヘンリエッタの次女だったルイーズは、たちまちチャールズの心を捉え、すぐにホワイトホール宮殿に豪華な続き部屋を与えられた。 王の愛人となったルイーズは1672年の7月29日にチャールズ・レノックスを生んだ。チャールズ2世はルイーズの上辺だけのつつましさにすっかり参ってしまった。1673年の8月にルイーズはポーツマス公爵夫人に女せられた。ルイーズは美しく女らしかったが、どん欲で牽制欲が強かった。最初に、 公爵夫人の話を持ち出したのもルイーズの方で、すでに王の寵愛を受けて、公爵夫人に助されていたバーバラ・ビリアーズを羨み、自分も公爵夫人にしてほしいと国王に接ついたのだった。ルイ14世もルイーズがチャールズ2世から大いに寵愛されているのに満足し、法相としてルイーズをオービニュイ公爵夫人に助した。ルイーズは高い称号と地位を与えられたが、 イングランドの多くの人々からは嫌われていた。ルイーズはチャールズ2世から、ふんだんな贈り物や、金銭の支給を受け、増長するようになっていった。王妃キャサリンが、重病にかかっていた時には、王妃の後継者前とした、尊大な態度をとり、プロテスタントの人々をさらに苛立たせた。さらに彼女は、キューピットの像を浮き彫りにした自分のメダルに、 私はすべてを征服したという言葉をラテン語で掘らせた。ルイーズの不人気はますます高まった。しかし、チャールズ2世は彼女を国外に追い出せという、かねてからの議会の要求をずっと無視していた。1684年には、ルイーズはホーテンスマンチーニのおいで、美男のフランス修道会副長、フィリップ・ド・バンドームに夢中になった。バンドームは、 この養殖の衰え始めた中年の公爵夫人からなら簡単に金を巻き上げられると判断した。ルイーズは人々の物笑いの種となった。これにはさすがにチャールズ2世も激怒し、バンドームをイングランドから追放した。ルイーズはチャールズ2世や後継者のジェームズ2世をカトリック側に引き付けるのに大きな役割を果たした。チャールズ二世没後はフランスに帰国し、 ルイ14世の宮廷から降りる年金で生活した。ルイーズの息子、チャールズ・レノックスは、リッチモンド公爵に助せられている。ありがとうございます。